はいこんにちは派遣社員の一人ごと第319回目となりました今回もご視聴いただきありがとうございます今回のテーマはダイエット6について取り上げてみたいと思いますえあれからまああのなかなか進展がないと言ったらちょっとあの大げさかもしれないんですけどもまあ実際そのダイエットを始めてまあ、約もう3,4ヶ月経つわけなんですけれども まあ10キロは減量でできたんですよねで一時期1 1キロぐらいまで行ったんですけれども、まあ、ちょっとお正月を挟んでですね、まあ、ちょっと2キロぐらい太ってしまってでそこからちょっとまた元に戻して今なんとか 10km 前後ぐらいですね行ったり来たりっていうのをまああのキープしてる状況なんですけどもなかなかここから先が減らないんですよね。 で、私もちょっといろいろ試していたそのチートデーというのをですね、取り入れたりとかしてるんですけどもなかなかチートデーをしてで、まあ、翌日以降、ですね、また減らし食,食事量を減らしていくと、まあ、一時的にはちょっと減るんですけどもやっぱりしばらくするとだんだんあの、まあ、そんな食べてないんですけどもなんか増えてきてるんですよ。 やっぱりこれって基礎代謝がやっっっっっぱり落ちちちゃてててるのかなっていう,ふうにちょっと思ってきたんですよね初めのうちはあの、まあ、皮下脂肪とか内臓脂肪とかいわゆるその脂肪全体がまあ落ちてきてあの体重が減ってきたと思ったんですけれども、まあ、ちょっと悪かったのかもしれないんですけども1 0キロ前後ぐらいからちょっと停滞期に入ってる頃からですねちょっと一時的にその炭水化物をまあちょっと控えようということで、まあ、プロテイン 朝昼プロテインで夜はえっとおかずのみというような生活をちょっとあの取り入れてみたんですね。そしたらですまあ1週間に一度ちょっとチートデー的なものを入れてるんですけどもなかなか下がらないといったことはもう完全に基礎代謝がですね落ちてしまって、えっと、今のそのプロテイン2食のおかずだけ。 というような食事スタイルに体が合わせてしまって、もうこれ以上あの体重を減らす必要がないと判断されてしまっているのではないかな、そうちょっと思うようになったんですよ。なのでここいらでちょっともうまあ、一旦その10キロ減ったというところは良しとして、まあ、そこからちょっともう一度ですね、ちょっとご飯をまあ佐藤のご飯をですね半パックずつ食べるような、ちょっとやっぱりあの白米白米をですね。 炭水化物を少し取ってやっぱり基礎代謝を元に戻していかないといけないかなと思います。で当然あの運動、まあ、あの軽いストレッチなんですけども、まあ、ちょっとあの息が切れるくらいのものっていうのは家では朝と夜やってるんですけどもそれでもやっぱり落ちないんですよね。ということはもう完全に基礎代謝が落ちてるとしかもう考えようがないんで、まあ、ちょっとあのよく YouTube とかでやってるようにですねとかジム行って本当にこうハードな あのトレーニングをしたりとかっていうところまではとともじゃないけどできないんでまあ今現状維持プラス、えー、さらにあとできたら1 0キロぐらい減らせればなというところを目標にちょっと頑張っていきたいなと思いますで今後ちょっとあの白米を取り入れたダイエットに切り替えていきたいなと思いますのでまた進捗がありましたらご報告させていただきたいと思います今回もごご視聴いいたた。だきありがとうございました